ウィンチケットミッドナイト競輪をご覧の皆様、よろしくお願いいたします。今夜 MC を務めます競輪大好きコンビ、ドリアンズ堤でございます。よろしくお願いいたします。そして、あ、発走前の、自転車乗って発走前の奥井文選手のルーティンやってました。やるけど奥井さん今日はやってなかったけどね。ちょそこしか分かんないで、ちょっともうここまでちょっとぜひここまで来てください。ちょっとね、勉強します。ちょっと待ってください、はい、今あ、今佐藤慎太郎選手のちょっとルーティンやってる。お前ちょっとそんな勝手にやんなって。どっちかというと俺がふざける方やからさ。あ、ごめんなさい、そんなことあるから。よし、あれあ、すいません、岡田慎太郎さんのルーティンやってました。もうええわ。悔しがってる。笑いでしたぐらいやってるから、ね、両方だまだまだ。ちょっとあと10個ずつ用意したんですけど、いやいやいや、ここまだまだ選手はいらっしゃいますよね、はい、ましょう。さあ、通常のウィンチケットミッドナイト競輪はですね、はい、夜9時頃から11時過ぎまで開催されるミッドナイト競輪を生中継いたしまして、自腹で実際に車券を買って存分に楽しむ番組ですが、奈良 F2 初日を生中継しながらスペシャル番組でお送りいたします。題して、はい、ウィンチケットミッドナイト競輪一攫千金競輪ゼミバレンタインスペシャル。さあ、今日は一攫千金競輪ゼミということでございまして、うん、今番組を見ている、はい、競輪なんて見たことないしルールも知らない、うん、ましてや投票したこともない、そんなあなたが主役でございます。はい、まあ、本当にね、競輪ビギナーの方も見られてると思うんですよ。でもこの番組でこれさえ知っておけば一攫千金も夢じゃないと。オープニングでやってたでしょ、はい、もう向井とか70万しちゃう。すごい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 。だからそんなね、とっておきの競輪情報を僕たちがちょっと優しく、はい、我々なりにですよ、はい、いろいろこう考えはありますけど、我々なりにいろいろ説明していきたいと思っております、はいね、だから楽しく学べて、こう投票してでかけて好きになっちゃえばいいんじゃないかと。ぜひ競輪を好きになってください、はい、よろしくお願いいたします、はい、いつもこの番組をですね見てくれている、競輪マスターの皆さん、うん、今日は初心に帰ったような気持ちで、はい、優しい気持ちでご覧くださいませ、はい、あとご覧の佐藤慎太郎選手見てます。今なんかツイッターをねリツイートしてくださって、ブランコ優勝したら見てないかもしれません。後でコメントチェックします。多分ですけど、はい、見てないです。ないガハー言ってるだけですよ。プロテインで寝てるの、ね、さあ僕たちがですね教える情報に競輪マスターの皆さんもコメントでちょっとね補足していただければ、ね、メッセージもねどんどん読みますのでぜひ送ってください、はい、よろしくお願いいたします。さあ、スタジオにはですね、はい、視聴者の皆さんと同じく競輪ビギナーのゲストの皆さんにお越しいただいております。はい、まずは、コロコロチキチキペッパーズの西野とナダル。やってきましたね。お二人はどんな感じですか。はい、いやもう前回ミッドナイト競輪も出させてもらって、うん、ただちょっとコメントでいろいろあのアベマヤからナダルが手抜いてるって僕見て抜いてないっすよ。一生懸命やってますよ。ちょっと来てたんでお前やってんなお前。いやいや、やっちゃってる。おい忘れんだよ、今のそのテンションだいたいアベマ出たら10時半ぐらいがだいたいお仕置きやから。やっぱりよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は2月14日のバレンタインデーということで、とても素敵な4人の美女が来てくれています、はい、まず1人目は、日本一エロすぎるグラドル森崎智美さん。もう壇蜜さんの時代じゃないんですか。森崎さんの時代森崎さんの時代なんですけど、はい、ありがとうございます。競輪経験は全く競輪経験全くないです。じゃあ今日は勉強して、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。さあ、続いて HKT48 のお笑い担当村重杏奈さん。よろしげよろしげ頑張りしげ頑張りしげ帯にしげをね楽しげ楽しげ頑張りしげ頑張りしげ全部いい感じですね。さあ、はい、AKB48 卒業して今は女優で活躍、大島涼花さん。よろしくお願いします。頑張りします。頑張りします。大島さんも言ってないでしょ。大島さんも来るでしょ。嬉しま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 今作ってるでしょ。ないでしょ。ないでしょ。やばしま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 。いいですね。
今日は楽しいから、ね、上島上島行きましょう行きます。さあ4人目は、コスプレイヤーとグラビアアイドルの二刀流、はい、下月めあさん、よろしくお願いします。ちょっとどんぎつね風に、ちょっとどんぎつね風って難しいって思って、でもなんかそうなんですよ、どんぎつねの吉岡里帆さんに似てるっていうのでバズったんですけど、その後私ちょっとなんか事務所で急にヒサロに行けって言われて、今焼いてて黒いんですよ。確かに確かに、ちょっと海外帰りみたいな。確かにね、急に行かされてます。あの事務所に言われても断る勇気も必要ですよ。私はちょっとっていうのも、まあでもいいならね、いいですけど。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと LINE 組んでもらいましょうかね。いいんですか、ライン、よろしいですか。って僕と西の、じゃあそうなんですよ、西のチームとナダルチームに分かれていただこうかなと。西のチームを発表します。西のラインは、西野と森崎さん、村重さんでいきましょう。村重、まず西野ちゃんと乗り切れよ。乗り切れてなかった。マークつけてないね、全然ついてください。そしてナダルチームはナダル、そして大島さん、下月さん、お願いします。行っちゃって行っちゃって、なだなだ、しげしげ、そわそわ。それはいかんな、全く仕事しない選手です。もうただただ前を走ってくれます。じゃあ皆さんにはラインを作っていただきました。第4レースから皆さんにチーム同士でガチ予想をしていただこうと思っております。ちなみにこれはあるものを基準に席替えをしているんですが、分かる人？え？何だろう？こっちが偏差値低くて、こっちが偏差値もっと低い。正解です。正解です。正解なんか。正解かよ。正解かよ。正解じゃないでしょ、それは。違います。ね、はい、1番から奥平選手、以下ご覧の通りとなっております。じゃあ最初ですからね、ちょっと先ほどの復習を踏まえまして、見ていきたいと思います。うん、まず、注目ポイントはですね、バック回数ですね。バック回数が一番多いのが6番車、渡辺裕太さんですね、渡辺裕太選手ですね。すごい、はい、11だから6の選手がじゃあバックを取るんじゃないかって予想できますよね。予想できますよね、皆さん、はい、じゃあこういう風にちょっとしてみましょうか、うん、ね、5のラインがこういきます。はい、これバック取ってるけど、うん、おい、なんだろ、喋るな。いや、いいですよ、喋る。買いました。はい、ナダルさんチーム、はい、いいですね。127の3連単ボックス、ボックスで100ポイントずつ買ったってことですね。全部で3000ポイントですね。じゃあ我々出しましょう。竹山さん、はい、3000、大丈夫かな。じゃあ4800ガイダーさんのお二人の、なんで4800。私は177123着36、各500ポイントずつにしました。4点ですね。今日は竹山さん100ポイントじゃございませんよ。500ポイントいっちゃいました。いますね。はい、合計7000ポイント使ってます。さあ、まもなく締め切りです。急いでください。はい、はい、どうでしょうか。買いました、うん、はい、やっちゃった。じゃあちょっと紹介画面にしましょう。これに書いてください。はい、これはもう村重ちゃんが、ポイントを決めました。あ、どうぞ。147の 3連単、あ、172か、172の3連単、はい、1点、1点で、4800ポイント村重ちゃんが。マジで？ちょっとこれ冷静に開いて聞きましょう。ちょっと聞きたい、どういうイメージができたのか。やっぱ172は、17がやっぱ強いと思う、ラインが来てる。で、2番の方が、2番の方がね、ちょっとこうさっきの画面、ちょっと俺一人で恥かくから今。すいません。まあ、まあ、西野が責任を持って買ったということですよね。違う。そうだから、そうですね、これは、まあ競争得点もまあまあ高いですか、はい、うんうんうん、ほんでバック、はい、バックね、2回ついてる、うんうん、で、うん、前回のレースが2位なんですよね、うん、調子がいい、うんうん、確かに調子がいい。で、115機、うん、もう調子がいい人詰め合わせた。なるほど、さっき合体します。2車単271400円、3連単271320250円となりました。いいなー、すごい、言った通りや。2人ともほんまにナダルが全部1から0、あ、1から10まで
そうです。ほぼほぼそうやったよ。さっき言って何？いや なんで仲間を落とすの？大島ちゃん、大島ちゃんもちゃんと、ちゃんとやってました。おい、なんか、なんかお前ら二人の握ったんだ。なんで勝ったのにチームワーク悪いの？第2学生の上から圧力をかけてた。1番森下忠男選手以下ご覧の通りです。さあここでですね、僕が注目したい選手はやっぱり5番の天野選手ですね。並び見てみますか。はい、一旦並び見てみましょうか。並びはこちらです。5番の並び、はい、こちらですね、はい、あ3分線になっております。その、5の選手ですけども、115機、やっぱ今日の115機の動きはやっぱもう被害地で超えてる、まあ、今のところ出場選手ね、5レース以外115機出てますけど1着取ってます、はい、でそこでやっぱ5番の天野純平選手、この選手もやっぱ優勝候補じゃないかと言われてます、うん、21歳で7、4、5、あやってみましょう。あまたボックスで3連単ボックスの514と3連単の517、はい、あなたたちもうボックスハマってますね。これで紹介いい思いしたという。なるほど、43、はい、ちょっとやっぱり517、さっき平井さんの僕ちゃんと聞いてました、はい、7がやっぱその、はい、真面目やな落ちたんですよね、はい、復帰明け、はい、なん で僕はそのまだコンディション抜群じゃない方にみんな話し合ってかけまして、僕らは、はい、517はちょっともしかしたら、うんないかなって思って43の方来るんちゃうかなと思ってこの折り返し変えまして、さあ結果をお伝えします。2車単54340円、3連単541780円となりました。うーん、すごい、おめでとうございます。大好き競輪最皆さん競輪最高でしょ。最高です。ほんとドリカムです。ドリカムです。もう競輪当たったら嬉しい、そして競輪楽しい、競輪大好き。さあ続いてのレースに1番ヤブケンジ選手以下ご覧の通りです、はい、本日の最終レースですね、はい、初日の最終となっております。417、そして、26短期の53ということですね。さあでは決まりましたかね、はい、ナダルさんチームお願いします。こちらです、はい、3連単ボックス451、2000ポイントずつ、3連単417457各2000ポイント。もう4めちゃくちゃ行ったんですけど、41全これが100円のボックスで、なんかその401ね、俺が言ってたやつ、41全401で、4は絶対来るんちゃう、4が来ないとあれ違うね。村重ちゃんが言ってたのかどれだっけ、453かな、これが荒れるみたいな、453、432ですね。以上でございます。おめでとうございます。素晴らしい、あれ当たってる、ボックスで買ったんで、ボックスで買ってたからね。皆さん当たりましたか。当たりました。いやみんな当たった、やっぱ一番人気強かったね。一番人気でしたね。でここのチームも当たってます。はい、僕らも、もちろんやっぱここだけは抑えてますから。テンションぶち上げしげね、僕らの時にもぶち上げしてくれてありがとうございます本当。本当にね、そう前髪ちょろり、はいはい、というわけでございまして、一番の成績の良かったチーム、はい、見ますか。見ましょう、はい、うん、見ていいですか。竹山さん行く。そう見ていいですか。行こう。こちらです。おじゃじゃん。うわー、すごい、えぐ、奈良さんに同じく、やばいってこれ、すごい、それはもちろんですね。ガナルガナルガナ、まあ、4レース的中してるからね。今日と下北さんどうでしたかこれ。いや、 やっぱガナさんのおかげで。ガナさん、ガナさんのおかげで浸透してないですね。やっぱガナ兄のおかげで、ガナ兄のおかげですごいいい成績を収めることができました。いや楽しかったですか。楽しかったです。楽しかったよね、はい、さんいかがでしたか。そうですね、今日初めての競輪だったんですけども、本当にいろいろ教えてもらって、で当てることもできて、本当に競輪で今日は行っちゃいました。長いかもテレビで出るでしょ。一応カヤさん呼んでくださいよ。長いんで、まるだっても慣れません。ガヤもガヤでしたね。やがりこせいげせいげ何やねん。